レバントの範囲の例、レバントの範囲の例、レバント、または、レバントとは、東部地中海沿岸地方の歴史的な名称。厳密な定義はないが、抗義には、トルコ、シリア、レバノン、イスラエル、エジプトを含む地域。現代では、やや狭く、シリア、レバノン、ヨルダン、イスラエルを含む地域を指すことが多い。歴史学では、戦死時代、古代、 中世にかけてのこれらの地域を指す。レバントは、英語の発音だが、元はフランス語のルバンで、登るを意味する動詞、レーベルの現在分子、ルバンの固有名詞家である。肥沃な三日月地帯の西半分にあたるレバントは、最初の農耕が始まった場所とされる。シリアのテルアブフレーラ遺跡では、最古級の農耕の跡が発見されている。かつて東部地中海沿岸のアナトリアからシリア、 パレスチナ、エジプトにかけては、多数の裕な港があり、イタリアのベネツィア共和国、ジェノバ共和国、ピサ、アマルフィなど海洋都市国家は競って、これらの港と貿易を行い、その利益をめぐり互いに戦争を行うほどだった。この貿易をレバント貿易と呼び、その港のある東部地中海沿岸をレバントと呼んだ。イタリアの海洋都市国家がレバントとの貿易で、 輸入したのは、これら地中海沿岸で生産されたものもあったが、それらよりも遠く、インドや東南アジア、中国、あるいはアフリカからなどから運ばれてきた絹、スパイス、胡椒、雑魚など高価で貴重なヨーロッパでは贅沢品とされた品々が主だった。レパントの海戦が戦われたギリシャの都市名レパントとしばしば間違われるが無関係である。また、 レバノンとも音が似ているが、これはアラム語起源の古い地名であり、偶然の一致である。ありがとうございます。